パパ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 パババババ。私は倒立二輪ロボットによる階段昇降の実現を目指す研究を行っています。倒立二輪型ロボットは他のロボットに比べ小型で低コストであり、小回りが利くなど高機動性も兼ね備えています。この階段昇降ロボットの特徴は、人間が軽い力を加えることで階段を上るということです。このように人間がロボットと協力してロボットを動かすようなものは人間協調と呼ばれています。これにより例えば多くの荷物を持っているときに軽い力で重い荷物を持って階段を上るといったことができます。これはこの図にあるように多少複雑な制御を行っているのですが、この制御の結果として階段を上る際に人間が加えなければいけない力を減少させることができました。今後の展望として階段を上るだけでなく階段を降りることも可能にすることがあります。ロボットにとって階段を上るよりも階段を降りる方がかかる衝撃などの観点から難しいです。そのため階段を降りるために階段の段を用いてゆっくりと階段を降りることができないか、その方法について模索中です。私は電動車椅子を用いて直感的かつ操作量が少ないパーソナルビークルの操作手法の研究を行いました。車椅子は足腰の弱い高齢者や足を怪我した人など歩行動作がうまくできない人しか使用していないのが現状です。しかしながらそのような人たちだけでなく一般の人々に対しても自転車や自動車と同じような感覚で使用するようにしたいと考え、この研究を行いました。そのために操作手法を従来の電動車椅子から変えることで誰でも容易にそして楽しく操作できるようにしました。そのための方法としてジェスチャーでの直感的な操作手法を作成しました。狭い道でも屋内でも坂道でもどんなところでも簡単に走行できるためには小回りが利き調整も容易で操作しなくても良い、そんな車椅子が理想です。ただし直感的な操作手法は人によってその定義が異なります。そのため手法は2つ、またその検証するコースは4つ以上用いることで様々な場合について検証しながら研究を進めていきました。私は車載環境における覚醒フィードバックシステムに関する研究を行っています。居眠り運転の防止を目的としているため、眠った状態だけではなくその前の眠気を感じている状態を検出し、ドライバーに働きかけを行うシステムを作成しています。ドライバーの情報取得は非拘束であることが望ましいです。そのためハンドルに設置したカメラからドライバーの顔画像を撮影し、眠気と関連のある目や口の変化をリアルタイムで取得します。またシートに設置された容量結合型電極からは服の上からでも心電図を取得することができます。取得したドライバーの情報に基づいて AI を活用し、覚醒状態を1、居眠り状態を4とした4段階の眠気に分類するモデルを開発しました。眠気を検出した場合、シートに設置されたボイスコイル型振動子から振動と警告音が流れます。これによりドライバーに刺激を与えることで覚醒効果をもたらし、居眠り運転を防止することができます。以上が覚醒フィードバックシステムの概要となります。
私はカメラを用いた生体情報取得センサーに関する研究を行っています。カメラを用いるので、直接肌に触れずに心拍数、呼吸数を取得することができます。取得したデータは睡眠障害の診断に用いることができて、個人の睡眠パターンの発見に役立てられます。私は Wi-Fi チャンネル状態情報を用いた生体取得システムの開発を行っています。噛み砕いて説明すると、一定空間に存在する人の生体情報、呼吸数、心拍数の計測機能をつけない非接触で測定する研究を行っています。現段階では 3×4m の空間で人の呼吸数を 99%、 人の心拍数を 98% の精度で計測することが可能になりました。この技術はどんなことに使えるのかというと、日常的なヘルスケアから病気の早期発見や睡眠を評価して睡眠の改善、生活習慣病の改善につながると考えています。橋本研究室の Q&A のコーナーを始めたいと思います。まず一つ目の質問なんですけど、研究室で、週何日ぐらい行かれているのかという質問なんですけど、長谷君いかがですか？はい、うちの研究室では基本的に何曜日に来いというものはないので、週1日来ている人もいれば週7日来ている人もいます。僕は、週6日ぐらい来ていますね。結構真面目なタイプです、長谷君。じゃあ2つ目の質問ですね。研究室、橋本研究室を決めた理由としてどんなものがあるのか、藤田君に聞いてみたいと思います。はい、いかがですか？そうです。まず橋本先生は日本で有名な教授の一人なので、そこで権威のあるお方なので、自分はまず先生に聞かれたってことと、あとここの研究室のやっていることが AI や IoT、の今時代で流行っていることを、まあ、先駆けてやっている研究室でもあるので、そこもまた面白いなと思って、なるほど、僕が選びました。面白い意見です。ありがとうございます。では次3つ目の質問なんですけど、研究室、研究生活をしていることで楽しいことって何かあるのかなと、これは秋志君に聞いてみたいと思います。どうですか？まあ、研究の成果が出た時はもちろんなんですけど、まあ、週4とか週5とか一緒にみんなと一緒にいるので、まあ、そういった苦楽を共にしている仲間たちとたわいもない話をしたりだとか、まあ、研究発表とか終わった時にみんなでご飯を食べに行ったり遊んだりしているのがとても楽しいことだと思います。なるほど。このご時世厳しいですけど、まあ、あの飲み会とかもあったりするので、そういうのが楽しかったりしますね。じゃあ最後になんですけど、高校生に向けて一言ずつ何かあれば、じゃあ藤田君からお願いします。はい、研究室って聞くとすごい堅苦しい、なんかもうガリ勉みたいなイメージあると思うんですけど、まあ、意外とそういうこともなく、まあ、みんな各々の研究テーマもあるんですけど、その中で、まあ、他のメンバーたちと切磋琢磨して、まあ、いろいろ部活みたいにゴールに向かってみんなで頑張っていくって感じなので結構楽しいです。なるほど。じゃあ次は長谷君いかがですか？はい、まずは、勉強して知識を身につけてほしいっていうことがあります。まあ、ただ研究っていうのは勉強だけしていればいいっていうもんでもなくて、いろいろな経験をもとにテーマとか決まっていくものなので、さまざまな経験を重ねていってもらいたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後、はい、アキシ君一言。まあ、さっき言った勉強もそうなんですけど、高校生のうちにしかできない遊びだったりとか恋愛だったりとかいろいろ楽しんでもらって、まあ、もちろん勉強も楽しんでやっていただいた方がいろいろ知識も身につくと思うんで、まあ、高校生のうちいろいろ楽しんで経験してくれればいいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。高校生の皆さんいかがでしたでしょうか？少しでも参考になったらよかったなと思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。